都立昭和高校の宮下と申します。私の方の、プレゼンテーションなんですけども、今、青木先生の方からお話がありました、学習者中心の質の高いオンライン教育ということなんですけども、この、私、対話共同型のオンライン学習と呼んでるんですけども、北米では、もうかなり、高等教育で一般的な形となっています。私はカナダの、2つの大学院で、このタイプのプログラムを経験し、今勤めている都立高校で、それをもとにしたプログラムを、今まさに、実施しているところであります。そのお話を今日させていただきたいと思います。カナダのアルバータ州というところなんですけども、一番西側、太平洋側がブリティッシュコロンビア州で、その隣がアルバータ州になります。ロッキー山脈を挟んで、隣なんですけども、こちらが質の高いオンライン教育の発信地として、世界で知られているところです。州内に4つの総合大学、州立の総合大学があるんですけども、そのうちの1つがカルガリー大学です。こちらは大きなキャンパスがありまして、学生がそこに集う、普通のタイプの大学なんですけども、およそ10年ほど前から積極的にオンライン教育を取り入れています。また、この後紹介しますけども、コミュニティ・オブ・インクワイアリーというオンライン教育で使われるフレームワークがあるんですけども、それの提唱者であるドクター・ヒャリソンが、今、名誉教授ですけども、長く在籍した大学です。もう一つ、アサバスカ大学なんですけども、こちらの方も州立の総合大学なんですが、こちらはカナダのオープン大学ということで、全講座オンラインの授業になっています。今年ちょうど50周年を迎えるということで、遠隔教育としては長い歴史を持っている大学になります。私が参加したプログラムなんですけども、カルガリ大学の方がマスター・オブ・エデュケーション、アサバスカ大学の方がドクター・オブ・エデュケーションです。受講者数はいずれも15人程度に抑えられています。国籍は、カナダ人中心、英語ネイティブ中心なんですけども、各プログラム数人の非英語ネイティブ、アジア、中東、それからアフリカ、出身の人もいますけども、が参加しています。受講期間は、カルガリー大学マスターの方が2年間で12科目、アサバスカの方は4年間、6科目プラス博士論文となります。いずれも、基本的に対面のない完全な、オンラインプログラムで、カルガリー大学のプログラムの方は、対面授業は全くなかったんですけども、アサバスカ大学の方は入学時1週間、現地、エドモントンでしたけども、オリエンテーション、プレゼンテーションの参加が求められました。い。で、こちらがですね、その質の高い学習者中心の、対話共同型プログラムで、頻繁に用いられているコミュニティオブインクワイアリー、COI、直訳すると探求の共同体ですけども、そのイメージ図になっています。学生として参加していて、このフレームワークが本当に生きているなという実感があります。右上紫の部分がコグニティブプレゼンスなんですけども、簡単に言うと、考える活動、工事思考に導く、考える活動を入れていくということです。日本でアクティブラーニングという言葉がよく使われるんですけども、その講義を座って聞いてるだけじゃなくて、調べ学習をしてプレゼンテーションしたりですとか、ディスカッションをしたり、共同学習をしたりということなんですけども、その内実を見ると、見た目はアクティブに見えるんですけども、その考える活動っていうのがほとんどない、非常に表層的な活動にとどまっていることが、あります。そういったことにならないように、しっかりと考える活動を入れていく、それがこのコグニティブプレゼンスになります。下のピンクの部分が Teaching Presence なんですけども、コース全体をしっかり教員がコントロール、していくという考え方です。共同学習は、うまく動いていくと、学生、受講者が勝手に活動していくんですね。
でそこで、まあ、教員の方は手放してしまって、放任ということが あるんですけども、まあ、それはやはり良くない、しっかり教員が入って、教材の準備、課題評価も含めてですね、コントロールしていくというのがこのティーチングプレゼンスに当たります。左上、グリーンのところがソーシャルプレゼンスですけども、まあ、ここが対話に当たるところです。まあ、対面授業にしても、オンライン、Zoom 等の授業にしても、まあ、講義の、授業というのは、このソーシャルプレゼンスがないか、ほとんどないという状態になります。このプログラムの中では、このソーシャルプレゼンス、対話というところが、非常に、大きな要素になっています。まあ、この3つが重なったところで、本当に教育的な経験が得られる、そういう考え方になっています。ではこのフレームワークをもとにして、実際1つの授業が、コースがどういった構成になっているかなんですけども、まあ、ベースとして、個人学習、論文等を読む、書く、考えるという活動がベースにあるということが前提になりまして、活動は大きく2つ、対話と課題というものに分かれます。対話というのは対受講生、対教員とあるんですけども、これが今度は非同期、先ほど青木先生の話もありましたけども、文字ベースの非同期コミュニケーション、それとライブの同期コミュニケーション、この2つに分かれます。圧倒的に非同期の方がメインになります。同期コミュニケーションは大体は2週間に1回程度入ってきます。それから課題の方なんですけども、個人課題とグループ課題というものが入ってきまして、このグループ課題に取り組む中で、また受講生同士で非同期同期の対話コミュニケーションが入ってきます。ですので、この赤枠で囲みましたアルファベット A と B と D のところが対話ベースになりますので、コース全体がいかに対話ベースで進むかということがお分かりいただけるかと思います。では実際のシステムを少し見ていただきたいんですけども、まず大学のホームページからユーザーネーム、パスワードを入れまして、マイページにログインします。でこれがそのマイページのトップなんですけども、まあ、学生の基本情報に加えて、履修登録ですとか、証明書の申請ですとか、あと授業料の納入ですとか、そういったことをすべて、ここからやること、管理システムに入っていくんですけども、カルガリー大学では、Desire to Learn というですね、システムを使っていました。ちなみに、アサバスカでは Moodle を使っています。学習管理システムに入っていきます。こちらが、学習管理システムのトップなんですけども、一番上に科目名がありまして、Language Teaching and Technology と書いてあります。この科目のトップです。科目の基本情報ですとか、必要なリーディングですとか、課題の説明ですとか、すべて必要な情報がここに入っています。そして、この上の赤いバナーの真ん中辺に Discussions っていうボタンがあるんですけども、ここをクリックしますと、非同期の、コミュニケーションに入っていくことになります。こちらですね、ディスカッションボード、まあ、大抵は週に1つ課題クエスチョンが与えられまして、必要なリーディングも与えられまして、それについて1週間学生がコメントを、自分の音を上げていくということになります。まあ、字小さいんですけども、ここにこの週のクエスチョンと必要なリーディングが載っています。はい、そしてこのような形で各受講者が自分が考えたことをアップしていきます。でさらにですね、その受講生の返答に他の受講生がレスポンスしていくと、これを1週間繰り返すことになります。こういった形ですね。はい、なので、まあ、非常にこのウィークリーディスカッションが盛り上がるときと、そうでもないときとあるんですけども、盛り上がるときっていうのは、やっぱりその
まあ、受講生の、現場の経験とこうリンクするような話題の時には非常に盛り上がります。あと、まあ、やっぱり教員にしても、受講生にしてもこうなんか気持ちが入ってくると、当然盛り上がるんですね。ですのでオンラインで、実際会わないで文字だけでやってるんですけども、こう非常に、人間的なコミュニケーションを取っているという、実感があります。課題の方もいくつか例を見ていただきたいんですけども、個人課題の方は、まあ、普通にレポートを書いて出すことも当然あります。その他にこのようにウェブページの作成も、結構ありました。これはアサバスカの方の、学習理論のコースで、私はビゴツキーの仕事について、ウェブページまとめました。それからプレゼンテーションもあります。プレゼンテーションは大抵はスライドを作って、同期コミュニケーション、まあ、Zoom ですとか、アサバスカの場合はアドビコネクトを使っているんですけども、そういったオンライン会議システムを使って非同期の方に戻って非同期のディスカッションが続いていくという流れが多いです。今度はグループ課題なんですけども、グループ課題も最終的にできるその完成物は個人課題と同じで、レポートであったりウェブページであったりプレゼンテーションであったりします。それを大抵は3人か4人のグループで作成していくということになります。こちらはですね、カルガリーのリサーチメソッドの科目で作ったスライドなんですけども、20秒のナレーションかける20枚のスライドでプレゼンテーションをまとめるという課題で、なぜかペチャクチャスタイルっていう日本語の名前がついてるんですけども、まあ、6分40秒で、完結するということで、まあ、面白い課題でした。これを最終的に YouTube にアップして、シェアしました。はい、ここまで具体的なシステムを見ていただいたんですけども、前半のまとめとしまして、この対話共同型オンライン学習のメリットなんですけども、まあ、終了して受講生が口を揃えて言うのが、まあ、その思考の進化、よく考えたなっていうことです。対面の授業と比べてもやっぱりここが一番大きいところではないかと思います。その要因なんですけども、やはり非同期コミュニケーションがメインですので、考える時間が与えられるということと、まあ、書く作業があるということですね。そして、まあ、自分の経験と、まあ、対話に基づいた知の構築をしていく、その構成主義の考え方が生きている部分だと思います。もう一つはグループ課題と入ってきますので、共同の力の関与ということで、やっているとこれなかなかしんどいこともあるんですけども、まあ、社会に出ていく上で、欠かせない力の一つだと思います。今回のプログラムに参加したんですけども、この海外の、回線がもしかしたら不安定でしょうか、すいません。海外のプログラムに参加するメリットとしましては、職場を離れることなく留学の経験ができる。実際体を向こうに持っていく留学ですと、まあ、仕事を辞めないといけなかったり、家族と離れる必要があったり、経済的にも負担になることがあります。そういったことがなく、まあ、留学の経験ができる。それから国内にはない専門分野、専門分野の学習研究ができるということ。3つ目、これも大きいところですけども、海外の仲間、専門家とのネットワークができる。この後ご紹介します、勤務校で、やっているプログラムなんですけども、これもこのネットワークを生かして、実施できることになりました。課題もあります。まず指導者側の課題なんですけども、まあ、おとなしく話を聞いてるだけっていう、生徒が生では困るんですね。自立した 学習者を育てていくっていう姿勢が、アプローチが必要になってきます。またどうしても質を上げようとすると少人数が前提となって、まあ、ここは実際取り入れようとしたならば大きな問題になってくるところかと思います。
あと組織としての取り組みということで、まあ、個人ではなくて、まあ、プログラムを作ろうとなった場合は、まあ、ここは欠かせない、難しいところかと思うんですけども、ただ、まあ、北米の大学は、導入当初は、多くの困難があったようですけども、まあ、今は、多くの大学がその困難を乗り越えて、安定期に入っている状況のようです。やればできるというところだと思います。受講者側の課題なんですけども、同じですね、自立した学習者になるということを、受け身ではいけないということです。あと受講者が社会人の場合は、通常はライフワークバランスと言いますけども、これがライフワークスタディバランスになりますので、なかなかしんどいところが、まあ、あります。はい、あと、まあ、ICT トラブルなんですけども、まあテクノロジーを利用しているので欠かせないところで、それほど多いわけではないんですけども、まあ、切羽詰まったところで、自分の PC だったり、大学のシステムだったり、何か不具合が生じて、非常に、まあ、ストレスになることが、実際ありますので、ここに最後入れておきました。はい、では後半ということで、以上の経験をもとにして、今勤めている、職場で、実践している、今始まったばかりなんですけども、プログラムについて、少々お話をさせていただきます。都立昭和高校というところで、東京よりアドバンス校の指定を受けています。このアドバンス校というのは、簡単に言いますと、中堅校を、進学校に押し上げると、そういったミッションを持った学校になっています。また英語教育推進校の指定も受けています。ここに映っているのが、15人このプログラムへの参加者です。で、まあ、大規模な本格的なオンライン教育の導入というのはなかなか難しいので、この対話共同型のオンライン教育を、まあ、部分的に実施するということです。私教科英語なんですけども、まあ、英語の通常授業で欠けていることを、工事施工であったり、共同活動であったり、まあ、英語の使用というところ、これを補う課外活動として計画しました。まあ、実は実現までいろいろ経緯がありまして、当初はですね、海外の高校生と交流するようなプログラムを考えていたんですけども、いいとこまで行ったんですけど、なかなか最後実現まではたどり着けませんでした。そこでですね、私がカナダで、出会ったんですけども、今アメリカで大学でオンラインで教えているドクター・バレットとお話をしている中で、まあ、ぜひチャレンジしてみようということで意気投合しまして、急ピッチで計画をして、実は今週からこのプログラムがスタートすることになりました。全体構成なんですけども、このようになっています。今週の火曜日ですね、対面の事前指導がありました。来週月曜日から5日間、ここが非同期のコミュニケーションになりますけども、オンラインの文字ベースのウィークリーディスカッションが入ります。その後に、ズームミーティング、同期コミュニケーションが入ってきます。で、これを2サイクルやりまして、全体が、まあ、1ヶ月で終わる、まあ、対話共同型のオンライン学習の、まあ、縮小版という形で、今回はデザインしました。縮小版のみなんですけども、まあ、期間も1ヶ月と短いんですけども、今回省いたのは、課題、グループ課題です。先ほど見ていただいた、中で、非同期コミュニケーションと同期コミュニケーション、ここは入っています。で、個人課題も入ってるんですけども、まあ、初めての試みということで、まあ、負荷をそれほど、かけないということで、グループ課題だけは今回、入れていません。まあ、ドクター・バレットが実はこのワークショップのために、短い動画を作ってくれたんですけども、まあ、今回この写真のご紹介だけに、させていただきます。まあ、その英語学習の面で言いますと、まず文字ベースのコミュニケーションがあって、その後に、
オーラルのコミュニケーションに移行していくと、この流れですね、非同期のところで文字ベースのところで、思考を深めるとともに、まあ、その話すことのリハーサルの役割も果たす、そういったことを考えました。あともう一つはですね、まあこういったタイプのオンライン学習が、まあ、北米の大学では一般的と話したんですけども、まあ、それが日本の高校でどれぐらい機能するか、どんな課題があるか、そういったことを見つけようと思って計画しました。実践中です。非同期コミュニケーションはクラスルーム、Google クラスルームを使っています。こちらがそのトップページです。はい、こちらが非同期コミュニケーションで、まあ、こういった形で、短めのリーディングと、まあ、クエスチョンを上げて、ここにどんどん、生徒が自分の返答を上げていく。で、その受講者の返答に、またさらに他の受講生が、コメントをつなげていくということになっています。はい、ではこちらが最後のスライドになります。まとめということで、3つの提言を挙げさせていただきました。一番上、オンライン先進国に学ぶと書いたんですけども、決してですね、北米の真似をするということではありませんが、今お話ししたようなプログラムは、もう定着していますので、まあ、指導内容にしても、指導方法にしても、組織作りにしても、非常に分厚い実践集を持っていますので、そこにアクセスしない手はないだろうと思っています。自治体も、まあ、大学も、いろんなパートナーシップを海外と持っていると思いますので、それを活用することで、スピード感のある、変革と、まあ、質の向上ということが期待できると思っています。2つ目、インストラクショナルデザイン、およびラーニングデザインという発想なんですけども、まあ、どうしても日本の、授業は講義に、偏りがちです。まあ、それは対面でも、オンラインであっても同じだと思うんですけども、講義を否定するわけでは全くないです。講義もアートですので、素晴らしい講義たくさんありますけども、ただ、まあ、目的に応じて、講義以外の、学習者中心のいろいろなスタイルが、入ってきた方がいい、それは間違いないと思いますので、さまざまな、スタイルを用いた、デザインを、まあ、できればチームでしていくという発想がこれからは必要になってくると思います。最後、社会にコミットする姿勢と書いたんですけども、北米のオンライン教育の専門家と話していると、これを非常に感じるんですけども、つまり、彼らは授業をオンライン化することが目的では全然ないんですね。それは手段に過ぎなくて、つまり、そのオンラインを取り入れる、学習スタイル、いろんなものを取り入れることで、学生の考える力を育てる、批判的思考を育てる、そういったことで、社会にコミットするんだ。そういう姿勢を非常に感じるんですね。まあ、私自身、非常に見習いたい。と思っています。はい、以上で、私のプレゼンテーションを終了します。ご清聴どうもありがとうございました。宮下先生どうもありがとうございました。時間も押してますのでパネルディスカッションにと行きたいところなんですけれども、聴衆の方からちょっと質問がいくつかありますので、今簡単にお答えできるものだけ簡単に、お答えしていきたいと思います。最初の質問が、まあ、オンラインのメリットを生かしたエデックスですとか、コーセラとかいった、様々な学習ツールがある中で、このコロナでオンライン化した大学に高い学費を払っていく意義が問われているのではないかと思います。世界中の多くの学生がオンライン授業に通学と同じ学費を求めることに抗議の声を上げていると思いますが、そこまで対応できている学校は少ないと思います。様々なオンライン講義に、携わってきた中で、その点についてどう思われますかっていう質問なんですけれども、本当にそういう声が今アメリカで北米で上がってきているところでありますし、もう特に北米の学費とかは大変な学費でありますので、そういったエデックスとかコーセラーみたいな、これも最近では無料じゃなくなってきたんですけれども、活用して単位を出していくっていう
という形が模索されているところで、あると思います。コネクティビズムに関して、普遍性のあるフレームワークを身につけるということでしょうかということですけれども、そうですね、やはりある程度のレベルに達した、学習者じゃないとコネクティビズムの学習理論をフルに、なんていうかな、ベースに学習っていうところにはいかないかと思います。あと学生の探究心を高める教育の重要性っていうことで、探究心の刺激方法、私は、まあ、答えをすぐに出さない、なぜだろうっていう問いを繰り返して学生が自ら答えを見つけられるようにするっていうことじゃないかなと思います。放送大学の授業に Zoom の利用計画はあるのでしょうか。はい、Zoom 使ってウェブ授業をしております。グループ課題に全く参加しない学生がグループの中にいたらどうしたらいいか。私はいつもグループ課題を挙げて評価するときに、2つの評価軸を、まずはグループ全体の成果物の評価、それとグループ間でメンバー同士に評価をさせて、その中でどれだけちゃんとコントリビュートしたかということも評価の対象に入れています。一つ、宮下先生への質問ですね。5日間のオンラインディスカッション、文字ベースですが、どんな方法でディスカッションされたんでしょうかっていうことがあるんですけども、宮下先生。今一番最後にご紹介したんですけども、今回は Google クラスルームを使っています。はい、ありがとうございます。